困難救助隊の1050回になりました、始めます。 YouTube 始めます。困難救助隊ですけど、これですね、こういうことです。結婚したいのに結婚できないですね。それで孤独死まで追い込まれちゃうっていう、これ何とかしてくれないのかっていうことですよね。こう私も本当非常に危機感があるんですけども、この先本当にね、やっぱりね、愛ですよ。愛がなくなっちゃったんですね、結局はね。金も大事かもしれないですよ、実際に。だけど愛ですよ。愛がなくなっちゃったんで、愛があれば乱交フリーセックスなんかしませんよ。これ一人を愛しますよ。そういうことをね、1050回になりましたけど、こんな感じで、実はね、私1月23日に心筋梗塞になっちゃいまして、でちょっと2回のカテーテル手術、2回の入院を経まして、そんで今珍しくね、10連休というのはなかなかないんですけど、有給使っていただきまして、7日経っちゃいました。でもね、1週間休みましたね。あと3日間なんですよね。だからこれ書き入れ時なんですよ、今この休みの日にね、1本っていうのを目標にしてますから。だからまあその間にね、入院してましたから、2回目のね、カテテル手術して、2月の12日から、2回目の入院ですけどね、2月の12日から15までかな、4日間入院してましたから、12、13、14、15ですもんね。だ16、17、18と、私の人生暗かった、藤圭子ですけど、娘は宇多田ヒカルですけどね、とにかくね、そんなこんなで、でそれで今日は2024年、令和6年の、2月の18日の日曜日なんですけど、これ自分で分かりますね、顔がこう細くなっちゃったの、これ。ちょっと前のやつ見てみたら分かりますけど、4ヶ月とか5ヶ月前のもうちょっと四角かったんですよ、顔が。ちょっとね、こう鋭角になっちゃったんですね。頬が痩せちゃったんですよ。痩せちゃったんですね。まあ、2024年の令和6年の中言うんだってことになっちゃいますけど、2月18日日曜日1時半前ですけど、まあ、天気はほどほどにいいですね。午前中の方が良かったのかな、ちょっと曇ってきちゃったんですけど、でも晴れてますね。でね、午前中はちょっと集落のね、まあ、部落と言いますけどね、なんか水と火の神様みたいなのをちょっと1年預かるのを持ち回りでやってるんですけど、何件かね、それが来てたので、それを渡しに行きました。まあ私はほとんど分かんないですけど、ちょっと大御所がいるんでね、やってもらってですね、まあ一緒に行きましたけど、久しぶりにね、車乗りましたけどね、まあ運転はそんなに疲れませんからね、まあ短距離ですから、でまあ神様の受け渡しみたいなことを午前中ですね、やりましてね。で、まあ、ちょっと整理整頓して、でね、私、実は、病院スタッフでね、業務員みたいな感じなんですけど、勤め先も、専門は専門なんですね。かなり専門だと思います。だけど、やっぱりちょっと、ちょっと中途半端になっちゃうと思ってね、やっぱりこう講師混同はしませんけど、むしろじゃねえや、しかも何回かね、インフルエンザとか感染症にとか急に痛みが出ちゃった時は、そのまま受診をね、業務を抜けてね、やってましたんで、一回インフルエンザでね、もうシュッシュってこう治療してもらって、そのまま帰っちゃった時もあって、発見っていうのがね、それも正月だったですからね、びっくりしちゃいましたけど、新年早々っていうのがありましたけど、もう10年近く前かな、まあ10年超えちゃったかな、もうね、そんなこともありましたし、だから職場がプロなんですけど、ちょっと今回は違うとこでね、ちょっと距離もそんなに変わんないくなっちゃうかもしれないんですけど、ちょっとね、やっぱり成人病に関して本当プロの職場なんですけど、ただ
なんていうのかな、公私混同じゃないんですけど、ちょっとやっぱりちょっとそれはそれ、これはこれで、うん、もちろんね、まあ、繰り返しになっちゃいますけど、言い訳じゃないんですけどね、これ言わなきゃいいのにね、言わなきゃよかったんですけど、まあ、言ってもいいんですけどね、うん、とにかくそういうことで、ちょっとまたね、今後、ちょっとね、時間が間延びしちゃってね、ちょっとそこが午後からの診察が遅いもんですから、でちょっと間が空いちゃって、でそしたらこれ先にやっちゃおうと思ってね、で今日は忙しいんですよ、すごく。だからそういうことで、ちょっとね、心筋梗塞の手術を受けた病院は緊急病院で大病院ですから、なかなかね、その外来はね、その手術してくださった先生が見てくれますけど、やっぱりそういう待ち医者っていうかケアっていう面では、やっぱちょっとね、小回りっていう面ではね、大病院ですから、ちょっとも期待してるんですけど、でそう思うとちょっとね、やっぱりこの職場、私がお世話になってるところも、まあ、高齢者が多いところですけど、まあやっぱりどっちかっていうとそういうケアの方で、うん、だから、まあ、病院ですからね、だからちょっと病院じゃなくていいんでね、うん、あんまりその入院を重視してないっていうかね、そんなところでちょっとホームドクター的なところでちょっと初めて行くところなんですけど、ちょっと曖昧に濁しますけどね、でも濁すこともないんですけどね、うん、ただドクターっていうか先生たちもね、職場でもプロの方たちがいる分野でね、うん、非常にね、だけど、うん、それはそれでこう なんでこう 言っちゃうって正直すぎんですよ、私もね。で正直でも言ってもいいんですよ、別に怒られません、これ、うん、怒られませんけど、うん、でね、私の性格がむちゃくちゃで、月曜だったらもっと近い、むちゃくちゃ近い病院が、病院っていうか、そういうところあったのに、しかも月曜にそういう専門の人が来るのに、日曜行きたいんですよ、これがね。明日、明後日ゆっくりしたいですね。だって、10連休のうち7日目ですけど、めったにないですから、これ。職場で初めてです、これね。大企業なんかはね、正月盆なんかは平気であるところもあるんでしょうけど、だから病院業務なんていうのはね、やっぱりこうスタッフなんていうのはね、やっぱりこうそんなに長期連休は取れないわけですよ、交代制もありますからね。だから本当スタッフの方にもちょっとお願いしちゃってね、こうやって10連休の7日目ですけど、8日目になるんだ、もう8日目だ、あと2日だ、だから明日明後日は21日から出勤するつもりなんでね、うん、だから明日明後日で、明日ちょっと半日くらい潰しちゃう、潰すわけじゃないんで、大事ですから、これ大事ですよ、これ本当に命に直結するね、うん、話ですから、うん、だけど、うん、今日行っちゃった方がね、うん、まあいいと。で午前中はちょっとだから、ちょっと人事っていうんですか、こう神の行事ね、あったんでね、おかみさんがいないから、こんなん救助隊やってんですよ、これ。おかみさんがいないから、これ。ねえ、おかみさんがいないからこれやってんですよ、これ。ねえ、おかみさんがいたらやんなかったかもしれないですけどね。都合がいいですからね、自分もね。うん、学者なんかとか、作家なんかすごいですよね。なんかこの、政治家もそうですけどね。まあ、悪い政治家ばかりですけど、日本はね。だけど、政治家によっちゃね、あと、学者なんかね、自分が別に辛い思いしてなくても、その辛い人たちを研究して運動してくれるんですもんね。そういう人もいますもんね。さあ、そんなこんなでちょっとなんだか前置きばかりやっちゃったんですけど、示談交渉人の陣内多目裏ファイルの5/2007年、1、2位をちょっと途中で止めちゃってるような気がするんですけど、3、4と見て5で、これ全6話ですからね、今のところね。で、渡辺恵里が主演で、宇梶剛士が出てますね。元グレートチキンパワーズの北原雅樹に代わって、バディがね、相棒が、宇梶剛士になりました。法律が、得意なね、社弁と言われてる、社内弁護士と言われてるぐらいの。うん。弁護士じゃないんですけどね。うん。そういうニックネーム。法律に詳しい、保険外交員とか、調査員ですね、保険調査員、示談交渉人を
渡辺エリーに教わると。今まで内勤してたんですよ、だからね、転勤する前はね、その社内でね、配属が変わるまで、その出会いからしてね、偶然出会っちゃうんですけどね、よくあるパターンですよ、ドラマではね。で、これ5、示談交渉人陣内珠子裏ファイルの5の肝っていうかね、泣かせる、これも泣かせます。これはいいスタッフですね、これ作った人たちね、みんな泣かせますよ、このドラマ。2話ちょっと難しかったけどな、でちょっと途中でやめちゃったんだ私な。うん、あのね、高橋香織がね、あの嫁さんでね、で旦那が交通事故死しちゃうんですけど、そのだからシュートなんていうの、義理のお父さんですよね、渡引勝彦がね、最近亡くなっちゃったっすね、渡引勝彦がね、その高橋香織と渡引勝彦の残された、まあ、ちっちゃなお子さんもいいんですけどね、残されたその家族の血のつながってないっていうね、義理のね、家族のこうなんですか、喜怒哀楽っていうか、なんていうか、けんけんがくがく、違うな、私のボキャブラリーがね、貧困だから、貧弱だから、もっといい言葉で言いたかったんですけど、非常に泣かせました、うん、本当にね、出てくと言いながら出てかないで、こう涙出ちゃいますよね、口は悪いんだけど両方とも心の中じゃ思ってるっていう、だから嫁さんと義理のお父さん残された、うん、旦那が死んじゃったんだよね、交通事故で突然ね、うん、そういう話でしたけどね、うん、それにこの何ですか、日本酒をね、なんていうか、アイテムにしてね、うん、親父とね、死んだ息子がね、交通事故で死んでしまった息子がね、密かにね、高橋かり演じる、なんだっけな、演じた人の名前忘れちゃった、いい名前だったんですけどね、やっぱ3文字ですけど、うん、なんだっけな、めぐみじゃなくて、香りは高橋香りだからそのものですけど、なんだっけな、みゆきだったかな、みゆきだったかな、ね、その3文字の日本酒、これがね、こっそり作っててね、で、お父さんは最後にはね、こうもうみんな、嫁さんもね、その孫もね、こう別々になっちゃって閉店しようと思ったんですよ、酒屋さんですから、うん、ところがね、帰ってきてね、誤解も解けたっていうかね、うん、だから誤解も多いんですよこれね、このドラマ、誤解っていうか、嫁さんの方がね、義理のお父さんがね、ちょっと借金してるっていうのが浮気でもしてんだろうっていうことで、まあ前回も4回裏ファイルの4もそうでしたよね、誤解だったんですけどね、うん、誤解が解けたらね、実はそういう新しい酒をね作るために、みゆきを作るための借金だったっていうことが分かって戻ってきて、これで一生懸命最後にね、新発売みゆきをね、確かみゆきって名前だと思うんですけど、間違ってたらずっこけますけど、新酒をねみんなで販売してっていう話ですね。で、二月末さんっていうね、なんだっけ、1話から3話までがボスコーヒーの高行ですよね。なんで名字出てこないってなんだという。その後二月末さんっていうね、お兄さんに変わったんですけど、それで終わっちゃうですね、4とこでね。6が違う人だったんですね。うん。こういうのも分かんないですよね。なんかタクシードライバーのすり西みたいにね、もう、30話超えちゃうのもあればね、あと片平渚のあれか、赤い霊柩車シリーズとかね、すごく長く続いちゃうのもありますけど、うん、どうこれもなんかもね、6まで続いたけどね、そのちょっとグレートチキンパワーズのね、北原が1から3まででね、今度変わったりね、でもこう宇梶隆さんがね、4号で次6は出なかったのかな、あ、6まで出たのか、456と出たのか、あ、56だ、56って出たのか、だからこんがらがっちゃいました、これ、うん、こんがらがっちゃいましたけど、まあとにかく、まあそういうのはね、まあそんなに肝の花、中心点じゃないのね、うん、まあいろいろあるんでしょうけどね、うん、まあ本当高橋香織ね、本当に非常に、うん、
渡辺克彦ね、名義でしたね、うん、そんな話でした。ありゃ惜しいな。15分ってこともないんですけど、うん、15分2秒だったっすね、でしたって言って、ですよじゃないですよ、でしたですよ、ですよ、ですよって芸人さんいましたね、うん、やっぱりね、これ分かる人は分かるけど分かんない人は分かんないから、まあこれをね、英訳とか他の言語に全部直して説明することは私の能力不足でできませんけど、まあね、ちょっとそういうですよって言ったら、ですよっていう芸人さんがいましたねって言ったら、またね、知らなかった人も調べて知ることになりますし、ちょっとはね、こうやって、注釈をね、入れながらっていうことでやればと思うんですけど、こんな話しながらもう16分ぐらいになっちゃいますけどね。まあとにかく、まあ16分超えちゃうや、だから今回。もう一言ちょっと言いたいんでね。まあ、だから結婚したいのに結婚できないで、孤独死なんかしたくない。一方で、乱交フリーセックスするバカな、スケベな男や女は、日本の教育が悪い、勉強ばっかり教えて、そういう生き方の正しさ美しさを教えない、日本の教育が悪い。だから私は、心筋梗塞で一度死ぬ運命にあった人間ですけど、助けてもらいましたんで言いますよ、これ悪いものは悪い、いいものはいい、言いますよこれ。まあ実際ね、こうやって生活圏だと職場も含めてやっぱりね、あまりにもこうおかしくなっちゃうとね、そういうバランスも必要ですから、言えないこともあるでしょうし、まあ言えないことがあるでしょうしって言ったら何だってなっちゃいますけどね、忖度って意味でもないですけど、だけどやっぱりこれね、 YouTube っていうのはね、本当に大変なこうね、この時代の武器ですから、大体人間がこう生きてる17超えちゃった、こうやってずるずるいっちゃうんですよ、こうやって私の場合でね、人生っていうのは不思議ですからね、なんでこうなってんだろうって言ったら誰も分かりません。まあ多くの人がね作ってきたんですけど、なんでこの人生があるのか、周りの人もいるのか、自分もいるのかなんていうのは分かりませんよ。これあるからあるとしか言いようがないですから。そんで人間っていうのはね、こうやって文明を作ってね、こうやって YouTube まで提供してくれるわけですから、それを提供して使ってこうやって発信してるわけですから、言わなきゃダメですよ本当に。だからスケベな男や女は教育が悪かったんだけど直せって言って、それで一人を愛せれば、そういった社会になれば結婚難問題だってなくなりますよ。これ年齢が高くたって結婚してくれる人ができれば、残りの人生を結婚したまま、そういった共同してね、男と女、それが人間じゃないですか。だって人と人の間って書くんですもんね、人の間が。金髪さんじゃないですけどね、ね、まな板の上でじゃないですけどね、徹也がね、徹也もなんだか訳が分かりませんけどね、徹也。